このサイクルトレインは近畿日本鉄道近鉄が山田線の松阪駅から島線の賢島駅の区間で一部の普通列車を使って運行するものです。初日の昨日は沿線にある5つの自治体の市長や町長らがそれぞれ自転車を持ち込んで乗車しました。サイクルトレインを利用することで行き先の観光スポットを自転車で回って楽しんでもらい地域の活性化にもつなげようというもので、今月24日までの期間限定で運行されます。まだ臨時でですね、サイクルトレインを走らすことも可能ですし、少しでもですね、サイクルのトレインを利用される皆様のニーズに応えられるようにですね、いろんな形で対応したいと。